ナイスタッチ、オッケ仕事がフロントのこともやるので、やっと来たっていう感じで、予測できるところでいくと、年明けにメンバー全部揃いました。であとはどういうふうに進めていくかっていう現場の問題と、現場に関わる問題というか、スムーズにこういろんなものが関われるようにというのの一応情報収集をして動きました。やっと来たっていうような感じで、意外と開幕が2週間遅いので、今までと違って少しゆっくりなスタートと、今週もコンディションのチェックが全部とできるので、そういう意味では、今日一生懸命やってくれた部分と、選手を一回見極めて来週きちっとフィジカルに入っていけるっていう落ち着いたスタートが切れたなというふうに思ってます。ただテーマは縦パスを入れるっていうところでやっていきました。2つ目のポゼッションの縦パス入れる練習は思ったよりもうまいなというふうに思ったので、もう少しああいうところを怖がらずに質を上げていくということと、シックスボールで縦で中央を突きながら実はワイドを攻撃するというところにはまだなってませんけど、少しそういう縦に入れる意識は出てきたのではないかなと思っています。実際8人の選手が別のトレーニングということで、19人、はい、今日一度返して、その選手の状態を見てどういった印象を受けましたか？意外と飲み込みが早いなっていうことと、攻撃の話をするんで攻撃ですけど、やっぱり守備のところにスイッチが入らないっていうのは、最後こう自分たちでゴーゴーって言い出したんで前からかけましたけど、ああいうのがやっぱり当たり前としてできるようになっていくっていうことと、少し初日ですけど、少し同じメニューに時間がかかってくると質が上がるんじゃなくて質が下がっていくので、そこはやっぱもう一度なんですかね、選手で意識を高くするっていうのはいると思います。そのたとえコンディションがいい悪いを別としてでも、そういう意識はいるんではないかなっていうところは、今からチームになっていくっていうところで、3月に開幕に向けて、これからどういったこうトレーニングを？そうですね、今週コンディションを見た中で、来週はフィジカルを上げていきます。それと同時にボールワークで、そうですね、
ボールは持つっていうことはやっていかなくちゃいけないんですけど、いかに相手にこうダメージを与えながらも持つかということと同時に守備の意識を持たせるということですけど、リスク管理を持ちながらっていうところは相反するところなので、そこは言っていかなくちゃいけないなというところを作りながら、チームとしては切り替えの早いチームですね。あの単にあの走る切り替えだけじゃなくて、頭の切り替えってポジション修正するっていうことが早かったり、全体がコンパクトに動ける、前に行ったりダメだったら下がるとか、そういう集団でコレクティブに戦えるチームになれるように目指していきたいというふうに思います。では最後に、はい、まだまあシーズンはちょっと先ですけれども、まあ、改めて、まあ、意気込みなどを教えていただければと思います。はい、なかなか難しい3シーズンだったと思います。あの本当に生き物なので、こういう現象はよくあることだと思います。ただあの、伸びるには必ずジャンプするって一回沈むっていうことと、脇を固めるっていうところにあると思うんで、今年からやっぱ前に向いて戦っていくっていう、で既存の選手が15人いて、やっぱその選手はこんなはずじゃなかったというふうに思ってると思います。それをやっぱり証明したい、証明させてやりたいっていうふうに思うので、そこはやっぱ大事にしながら、新しい選手12人を足して、戦える活力、脚力のあるチームにしていきたいと思います。今年は、たくましく戦いますので、サポーターの皆さん、ましてやスポンサーの皆さん、ご協力をお願いしたいということと、サポーターは素晴らしいスタジアムに足を運んでもらって一緒に戦ってほしいと思います。よろしくお願いします。始まりましたけど、今日どういった思いで迎えられましたか？やはり、去年の成績だったり、まあ、ここ最近厳しいシーズンが続いているので、やはり自分自身もそうですし、既存の選手はそういった結果っていうのは、忘れちゃいけないし、今年何としても、いい雰囲気でやっていくために新しい選手も入りましたし、そういった雰囲気を作っていけるように、しっかり初日からやろうと思って臨みました。今日初日の割には結構がっつり練習されてたような印象を受けたんですけど、選手はどうでしたか？そうですね、まあ、本当に、まあ、何するか分からなかったですけど、まあ、それに対応できるだけの準備はしてきたつもりですし、いいトレーニングができたと思います。先ほども話しましたけど、まあ 今回若い選手がすごくたくさん入ってこられて、で、まあ、ベテランの役目としてこれ一つのチームになっていくためにこうどういったことが必要だとか考えてますか？まあ、やはりまずはコミュニケーションが大事だと思いますし、まあ、そういった部分もそうですし、やはりさっきも言ったような、そういった厳しいシーズンが続いている、中でやはり何か変えていかなきゃいけないという中で、自分自身は長くこの地に携わってて、そういう雰囲気を変えなきゃいけないと思ってるので、やはりトレーニングの中からそういった姿を見せて、もっと強いチームになる、そういった雰囲気を大事にしていきたいなと思います。では最後に、池本さん自身の目標と、あとチームとしての目標を、まあ、意気込みなどを聞かせていただければと思います。やはり1年間、ピッチに立ち続けたいですし、まあ、そのためにしっかり1日1日の、トレーニングだったり、準備だったりっていうのをしっかりとまた自分自身見直して、今シーズンやっていきたいと思います。ピッチに立ち続けることができればきっといい結果を、自分自身は出せると思うし、そういう自信もあるので、それがチームの結果にもつながってくると思うので、精一杯やっていきたいと思います。チームも、やはりここ何年かの厳しいシーズンっていうのを、忘れず前を向いて、本当に雰囲気というのを大事に、取り組んでいければと思います。まずすみません、簡単になんですけど、リサル先生自己紹介をしていただければと思いますか？はい、法政大学から、今年度から加入することになりました、リサル・アキラ・シルバーノです。ポジションフォワードです。そうですね、特徴とプレーの特徴としては、
まあ、前線でボールを収めることであったり裏への抜け出しで攻撃の起点となるところです。日本とイタリアのハーフ。そうです、お父さんお母さんどちらがイタリア。お父さんがイタリアでお母さんが日本。あの、リタ選手、まあ、12月に大学サッカーで優勝されて、で決勝戦で決勝点も取られて、で今年はこのチームで背番号9番ということで、すごくあの攻撃の期待がかけられると思うんですけれども、あのまず今日練習初日迎えられて、どういったお気持ちでしょうか。まあ、まだ全員揃ってない中ですけど、一足先にみんなと、こうやって新しいところで体を動かしてみて、まあまあ、まだちょっとなんですかね、慣れてないところもあるし、まあ、全体の、まだみんなともコミュニケーションを取れてるわけでもないので、まあ、徐々にそういうところを深めていきたいなと。あの大学サッカーの決勝の後、今日までというのは何日か休みは取られ、そうですね、まあ、ここまで2週間ちょっとぐらいあったと思うんですけど、まあ、少し休ませるところもありながら、まあ、体も動かしてこの日に合わせてやってきました。開幕まで2ヶ月ほどありますけれども、あの個人的な目標とあとチームの目標、意気込みなどをお聞かせいただければと思います。まあ、個人的には、2ヶ月後の開幕戦でスタメンを取ることが、まあ、まず第一目標であって、まあ、シーズンを通しての目標としては、まあ、得点王になることですし、チームの目標としては、今日ミーティングをしたんですけど、その時に6位以内っていうのを目指しつつ、まあ、もちろん J2 昇格っていうのは全員の目標だと思うので、それ達成できるようにやっていきたいと思います。ありがとうございます。